い青い真珠と赤い牡丹の恋が行き詰まる麝香の中に炎ともゆるとき、ゆうべの夢はあなた様のことばかり。私も。まあ巨泉様、この女の屋敷はどこだ。白状せんか。なんだ。これは執念に取りつかれた男と、すべての魔力を捨ててまで男にすがりゆく妖霊の美女がたどる恋の哀れさ、苦しさ、そして激しさを描き貫く恋愛史上の上演絵巻であります。いっそこうして私をうれしい。何、私の行った法術は、巨泉という心素直な若者に身も心も捧げ尽くした愚かな女の行った法術でございます。愛の法術でございます。お願いでございます。くどい。どうする気だ。もったのまのおいぼれめ。どうするか見てるがいい。見てるがいい。東宝が全ての技術を動員し、良心と自信のもとに全スタッフが一つになって描く「白婦人の妖恋」。いつまでも変わることなく若人の胸に生きる白婦人の妖恋は、本年度世界最高と言われ、きっと皆様の心を揺さぶることでございましょう。